また個人の意見を尊重しているようにも思えるが、実のところ少数派の意思を抹殺する危険な制度だ。何度も連続して少数派に回り、自分の意見が抹殺され続けたら、疎外感、不満、怒りが湧き上がってきて対立を招く。そしてチームの崩壊。